1966年日本グランプリは1966年5月3日に富士スピードウェイにて決勝レースが行われた。正式名称は第3回日本グランプリ自動車レース大会。3回目となる日本 GP は本来ならば1965年5月に開催される予定だった。主催者の日本自動車連盟は F2、F3 レースを メインイベントとする方向で準備していたが、1964年10月に突然開催中止を発表した。グランプリの開催は時期尚早であり、国内自動車クラブの育成が先決であるとの理由だったが、ジャフと鈴鹿サーキットの交渉が金額面で決裂したためとも報じられた。中止となった日本 GP の代替イベントとして、 1965年7月に船橋サーキットで全日本自動車クラブ選手権が開催された。1966年に日本 GP が再開されることになり、鈴鹿サーキットに代わって新設の富士スピードウェイが開催地となった。車種、排気量ごとに細かく分けていたレース方式を廃止して60周のメインレースに一本化し、今回から正式に グランプリ焦点をかけることになった。高性能スポーツカーとプロトタイプレーシングカーが出場し、レースの途中には燃料補給のためのピットインも必要となった。また、サポートイベントとして特殊ツーリングカーレースと GT カーレース、エキシビジョンとしてフォーミュラカーレースも行われた。第2回大会で盛り上がった自動車メーカー対決は仕切り直しとなり、 別分野へ転向したり、ワークスチームを解散したメーカーもあった。プリンスは、国産発のプロトタイプレーサー R380 を4台、投入。トヨタは、ヤマハと共同開発した 2000GT のプロトタイプを、レース仕様に改造。ダイハツは、コンパーのベルリーナベースの P-3 で、クラス優勝を狙った。日産は、前哨戦の全日本クラブマンレースに続き、 6気筒 DOHC エンジンを搭載するフェアレディエスで参戦した。外国車に乗るプライベーター勢の中では、滝進太郎のポルシェ906と、堺井正のシェルビーデートナが注目された。第2回大会の GT クラスで、ポルシェ904にプリンススカイライン GT が敗れたことから、R380 が誕生したという経緯があり、 ポルシェ対プリンスの再対決に関心が集まった。第3回日本 GP の周争いを再現する、プリンスワール380とポルシェ906。2003年9月15日、改修前の富士スピードウェイフィナーレにて、5月2日の公式予選は、大雨と霧という悪コンディションの中で行われた。各社ハイドロプレーニング現象に苦しむ中、 フェアレディエスに乗る北野元が2位に15秒近い大差をつけて、ポールポジションを獲得した。5月3日の決勝日は好転に恵まれたが、午前の特殊ツーリングカーレース中、長井健一のベレット GT が、強風に煽られて30度バンクからコースアウトし、富士スピードウェイ開業初の死亡事故となった。30度バンクのスピード制限や追い越し禁止が、討議され、 GP レースは予定より1時間遅れて午後2時35分にスタートとなった。スタートはグリッド2列目から生沢徹がトップに立ち、伊佐子義和、田村光雄、滝進太郎、横山徹と続いた。砂子は2周目に生沢を抜いてトップに立ち、生沢の後方には滝と酒井忠が浮上した。マシンの不調で、 ペースが上がらないザ沢は、数週に渡り滝をブロックし、チームメイトの砂子を逃がす役割を務めた。滝は6週目に、ザ沢をかわすと砂子を追い上げ、25週目に、トップに立った。8秒ほどリードして31週目にピットインしたが、給油作業のロスタイムが、勝敗に影響した。滝のチームは、ポリタンクから給油したため50秒以上要したのに、対し。 37周目にピットインした砂子は、プリンスジミエが準備した重力式給油装置の効果で15秒足らずで作業終了。ピットワークでトップを奪い返してコースに復帰した。レース終盤には2位を行くマシンの脱落が相次いだ。43周目、再度トップを追走していた滝が最終コーナーで路面のオイルに乗りクラッシュ。車体全部を壊して、 ピットに戻りリタイアした。イクザワは46周目にギアトラブルでストップ。最終コーナーからピットまでマシンを押して戻るイクザワに対して検討をたたえる拍手とブロック走行を避難する罵声が浴びせられた。ドーラップには堺のマシンにもエンジントラブルが発生した。追う者が消えた砂子は独走状態で60周を走破して優勝した。3周遅れで チームメイトの大石秀夫が2位となり、プリンスワークスは1、2、4位という好成績を収めた。3位は、無給油作戦を実行した細谷司法用予選ポールポジションの来たのは、エンジントラブルでリタイアした。マシンの性能ではポルシェに分があったものの、チームプレイや、ピットワークといった、総合力で、ワークスとプライベーターの差が現れる結果となった。 プリンス自動車は、日産自動車に吸収合併されることが決まっており、最後の大舞台を勝利で締めくくった。決勝日には9万5千人の観客が1万6千台のマイカーで来場したが、前日の大雨で未舗装の連絡道路がぬかるみ、立往生する車が続出。駐車場への誘導も混乱して、サーキット周辺には大渋滞が発生した。 大会名誉総裁の高松の宮信人親王は、開会式に遅れないよう途中で車を降り、3キロメートルの道のりを歩いて来場した。キロの渋滞も激しく、深夜になっても、場内から出られない観客が起こり出し、トラブルの頻発で整理員が逃げ出してしまうこともあった。富士スピードウェイにおける悪天候時の観客移動トラブルは、 40年後の2007年日本グランプリでも発生した。ありがとうございます。